今回は島津使って伊達やっていくんですけど、これ使ったら負ける要素ないって思う方多分いると思うんですよ。実はでもそんなことなくて、まあ、これを見てくださいよ。負ける要素全然あるんですよね。まあ、こうやって、まあ、ちょっと弾を処理ミスりましたみたいなことをやってしまうと、ね。でもこれで普通に死ぬ。だから、今回は伊達がボスじゃなくて、弾がボスなんですよ。だから、伊達の弾、新伊達政宗やっていこうと思います。だから、マジで、初手弾処理ミスると、マジでやばい。で、今回は、確かこれの弾一発食らうと6万もらっていくから、マジでこれの処理ミスは、本当に片方残すだけでも、ハート運次第じゃ負けんじゃないのかなって、ちょっと思ってる。今回アイテムも使ってないしね。で、まあ、こういきます。はい。はい。で、確かストック、多分、早い配信者さんはストックしてたやつで、この動画撮ってやってたと思うんですけど、前回ストックしたやつは、捨てさん行った時に、このことを全然考えて、配置のこと考えないまま突っ込んだ結果、弾処理できなくて死んじゃったんですよね。だから本当にこれ気をつけた方がいいわ。まあ、それで負けこずこんなのよっていうことで。まあ、これで混乱。まあ、他には負ける要素。まあ、捨てには火種めちゃくちゃでかいから、ちょっとその、なんか、なんだっけ、なぎ払い食らうとか、そういうことあると、あ、いや、大丈夫。この配置なら大丈夫。多分、挟まれる。で、すごい安全に行くなら、ここで多分 SS 打てるようにしておくと、どの配置からでも、よほどのことがない限りはいけると思う。んで、スナイプマシンガンだから、まあ、多分倒せるでしょう。はい。あ、やべ、しまった。3P だ、次。3P だ。しかも殴れてない。ああ、やべ、これミスった。で、ステさんの後怖いところはこれ、移動してきた後に、なぎ払いするから、この移動させるタイミングによっては、すごい、もろに食らって大変みたいなこともあるんですよね。まあ、気をつけましょうということで。はい。で、これ自分も直せるから、SS さえ撃てるなら、今みたいな状況でも全然動けるんですよね。はい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 。で、減速壁もあるから、それも全然大丈夫。ただ、どうなんだろう、他のキャラと組み合わせるとなると、減速壁、ああいうところに止まっちゃうと邪魔になるかな。ダメだ。全然まともに殴れない。まともに殴れないんですけど。SS 使、SS 使ってみるか。はい。で、右側一回入って、はい、右側入って3フレしたら多分抜けるでしょ。はい、おお、次は1段階目でこれか。で、開幕 SS 打てるから、配置が仮にポンコツでもなんとかなる。うわー、すげえ微妙これ。いや、まあ多分これでいけそうな気がする。まあこれでもいけそうな気がするけど、すげえ怖えな。ミスったら死ぬからな。まあ SS 打ると8段階目だし。はい、で、これで SS 打ちます。はい、やっちゃった。ハートくれ、ハート、ハートちょうだい、ハートちょうだい、ハートくれ。死ぬ。なんで出ないの、なんでハート出ないの。で、これでこう殴って倒します。はい、やばいな、これ SS のもらい方次第。あー、でも SS 使ったら多分倒せるか。まあとりあえずここ抜けて一回ちょっとハートリセットしないと。やっぱちっちゃいね。うわ、これちょっと微妙だな。3フレやろうと思ったらこっちの方が多分安全かもしれない。はい、こう打って、はい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 、おお、強っ。1段階目でこれぐらい強いんだったら、もう全然ガンガン使ってた方がいいね。おお、死ぬ死ぬ死ぬ。俺やっぱりもう一番のやばいのはマジで、あれ、マジで弾、マジ伊達ので、これで、はいはいはい、で、で、SS は、まあ、次のステージは弾ないんで、別に気にしなくていいし、はい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 。あ、そういえば、なんだっけ、Twitter のトレンドにパンドラがいたんですよね。今どうか知らないけど。で、あ、もしかして、モンフリの前に獣神化、パンドラ獣神化するという、もう、誰も予想できないことをついにやってきたかって思ったら、なんかパズドラのパンドラが、なんか獣神化するんだって。だから、ちょっと、普通に、分かんなかった。違ったね。全然モンストとは関係なかった。で、これで移動してきます。で、覚醒します。まあそうだ、あとなんか最近 YouTube からあれメールもらったんですよね。
で、YouTube からメールもらうときって、あの、お主の先月の、あの、再生回数これぐらいだったよっていうメールか、あの、収益化停止しましたっていうメールしか今までもらったことないんですよ。だから、あれ来るとき、すごいビビるんですよね。で、しかも大体この時期って、その、お主の成績メールが来ることって、経験上ないんですよ。だから、またなんかあったかなと思って。そしたらなんか違ってて、内容が、あ、ちょっと待って、これは、まあ、とりあえず 4P 直して。で、内容が、あれだったんですよね。なんか、YouTube の動画って、10分超えてると、間に広告挟んでる、まあ、広告ついてる、まあ、自分も含めて多分大体の YouTuber の人は、それやってると思うんですけど、それが、なんか、何分だったかな？8分。8分以上の動画は、なんか、中から、中盤からつけられるようになるんだって。だから、まあ、今までは多分いろんな、まあ、自分含めていろんな YouTuber さんの動画は、10分、例えば10秒とか。まあ、すごいことだ。10分ぴったりとか、あんまりやった記憶ない。あー、やばい、来たー！こういうパターンがマジで困る。ほら、ルート塞がれてる。ルート塞がれてる。いや、多分これは横勘でそのままいけるでしょ。はい。これで、はい、大丈夫でした。あ、やぶねえ。で、これで、あとは、もう、本当に気になることないんで、なんか8分以上になると、間に広告挟めるようになって、なんか、見てる人に対しては多分全然嬉しくない報告だろうけど、あるみたいだね。で、ちょっと待って、これは、3P そこ、4P そこだから、4P 直しつつ、いやでもこれあれだな、みんなの友情、どうなんだろう、みんなの友情出しに行った方がいいかな。で、誘発すると弱くなるから、ここでいいか。で、SS で自分の直せばいいでしょ。はい。はい。あ？え？ちょっと待って、全然削れてないんですけど、あれ？いや、今のこれ、ちょっと待って、これ予想外だな、スナイプマシンガンで雑魚すぎるんですけど、まあ、いや、これ横勘で上がっていきます。はい。で、その、10分超えた動画と、もうこれあれだな、もう、あいつ無視でいいやん。で、10分と、そういう動画で、どれぐらい違うかって、ちょっと説明すると、あの、シンイシスの動画あるじゃないですか。あの、シンイシスの動画、確かワンパンが33分くらいの動画が30数万再生で、初見クリアの動画が確か十数万だったかな。でもそれでも十数万の動画の方が確か収益多かったんですよね。それぐらい10分かそうでないかって、あの、お金に関してはすごい変わってくる。まあ、こんなもんでしょう。はい、じゃあこれで終わります。ごきげんよう。